では今日の給食です。今日はね、昨日とは変わってとっても暑い日になってきましたけど、給食はもりもり食べたいと思います。はい、今日はご飯とそれから麻婆豆腐です。美味しいの。それから中華スープと春雨の中華サラダ、そしてデザートはオレンジになってます。ではいただきます。あー美味しそう。あー美味しい。わかめと今日はキャベツかな、やっぱりあの中華の出汁がよく出てて、美味しいです、ね、やっぱりこう暑い時にはね、暑いの食べた方がね体にはいいですよね。うん、あー美味しい。はい、そしてご飯に麻婆豆腐をかけてみました。ね、美味しそうですよね。うん、だいたい毎月1回くらいは麻婆豆腐出るんですけど、もう全然飽きない。美味しくて、あ、うん、やっぱりあの幼稚園生、小さい子なので辛みとかはないんですけど、すごいコクがあって、うん、味噌の味がねします。味噌、美味しい。うん、あの豆腐もねすごい、なんて言うんでしょう、滑らかに、うん、すごく美味しいですよ、麻婆。うん、ね、あれですよね、こうご飯にかけて食べるのにちょうどいい味です。はい、では春雨の中華サラダですね。すごくあの彩りがねすごい綺麗ですよね。ほら、ハムとかきゅうりとか人参とか、あとこう卵も入っててね、うん、うん、おいしい、すごくおいしい、うん、おいしいです。今日はあの週1回ね、あのプレで通ってきてるタンポポさんの小さい子たちの給食の配膳行ってきたんですけど、この春雨のサラダすんごいみんな食べてました。本当に食べてました。うん、ね、ちょっとこう味付けはこう冷やし中華っぽい感じ。甘酸っぱくて、あまりこう酸味が強くないから食べやすいですね。うん、夏はねこういうのさっぱりしててシュルシュルと入りますね。うん、おいしい。うん、この冷やし中華みたいな味付けがすごい大好きです。うん、おいしい。
ご飯にこう何かがかかってるとね、カレーとか麻婆豆腐とかね、親子丼とかとご飯が進みますよね。はい、ではスープ、スープもねすごい具沢山で、なんか汁より具のが多く入ってる感じ、うん、食べるスープって感じ。おいしい、うん、おいしい、ね、キャベツの甘みがすごい出てるのかな、おいしいです。はい、スープも完食です。あー、美味しかった。はい、じゃあ最後はデザートオレンジです。ね、さっぱりして美味しいけど酸っぱいです。酸っぱい今日は。だからね、このくらい酸味ないと酸っぱー、うん、酸っぱかったけど美味しかった。はい、じゃあ麻婆豆腐もスープもおかずもデザートも完食です。ありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。